連ソウ族は、スイートピーや連ソウなどを含む豆カの族の一つで、およそ160種が含まれる。世界中の温帯地域を中心に、ヨーロッパに52種、北、アメリカに30種、アジアに78種、東アフリカに24種、南アメリカ温帯地域に24種が分布する。鶴生もしくは創生する一年層または多年層。この族には、 かつては別の属に分類されていたオーバスも含め多数の節がある。この属はスイートピーやヒロハのレンリソウなどを含む。これら栽培種の花は赤、バラ色、マルーン、ピンク、白、黄色、紫、青、あるいはそれらの組み合わせなどの種類があり、方向もあるため非常にポピュラーな園芸植物となっている。栽培種はカビや うどんこ病に感染しやすい。また、シャノズ・ブラウンラ、セミアシー・イーザ・クラスレイタ、アンティータイプキなどを含む、数種のガの幼虫の食草となる。カキエンゲ以外に、グラスピー、エルシスラ、ヒゲレンリソウ、オトメレンリソウなど、食用のために栽培される種類もある。キュ遠コンエンドウは、そのデンプン質の芋が、根菜として栽培される。レンリソウ属の植物は、多かれ少なかれ、 オキサリルジアミノプロピオン酸などの神経毒性を持つアミノ酸を含む。そのため、たとえ食用として利用される種類であっても、これらの種子を大量に食べることは下半身が麻痺する、ラシリズムという難病を引き起こす可能性がある。日本に野生する従来種は、レンリソウ、エゾノレンリソウ、イタチササゲ、ハマエンドウの4種のみである。その他、数種の期間が報告されているが、 いずれも地域限定的なものである。栽培種としては、スイートピーとグラスピーが代表的な種類である。バナの連理草、イブキヤマラザースアングヤレイトスエル、ラザースニュスエル、卓洋連理草ラザースアフカ、エル中近東原産。養身は巻きげに耐化し、2枚の大きな卓洋が大成する葉のように見える。日本では大正時代から記録があり、 九州の一部に帰化している。ラザースウリアス、エルゴールデンピーラザースバイフロレス、TW ネルソン &JP ネルソン乙女連ソ層、ラザースクリミーガム、エル日本に帰化の報告がある。ラザースシスラエル、イタチササゲラザースデイビリーハンス日本を含む東、アジアの温帯地域に分布。山林中に生える。ラザースデルノーティカス CL ヒッチック、 オーレンリソーラザースグランディフロレスシブス ESM ラザースヒルストゥスエルスズメノレンリソーラザースインカンスピキュスエルヨーロッパ原産日本では1957年に報告があるハマエンドーラザースジャポーニカスウィルド海岸生。日本を含む世界中の温帯地域の海岸に広く分布する半世界種 ラザースランススワシーケラグラザースジェパサニーグリーンラザースラティフォーリアスエルラザースリービゲイタスグレンヒロハノレンリソーラザースラティフォーリアスエルシュッコンスイートピーと呼ばれて栽培されることもあるヨーロッパ原産の植物スイートピーに近いが香りがない世界中の温帯地域に野生化している日本でも大正時代から栽培され近年は一出 野生化の報告があるラザースリニフォーリアスエル、ラザースリターリスエンドル、ラザースナーバサスラザースニスオリアドール西洋エビラフジ、ラザースニジェールバンハ、スイートピーラザースオダータスエル、西洋連理層ラザースプルストリスエル西洋連理層、ヒゲ連理層ラザースオクリス DC、地中海地方原産。日本に、期化の報告がある。 ラザース・ポーセフロレス・ラザース・パリフィリス・キバナのリソウラザース・プラテンシス、エルヨーロッパからシベリアにかけて分布。北、アメリカに帰化。日本では、イブキさでのみ見られる。これは、室町時代に、織田信長が、ポルトガル人の宣教師に作らせた、薬草園から帰化したものとされる。レンリソウラザース・クインクエンナービアスリトブ。日本を含む東アジアの温帯地域。 東シベリアに分布。ラザースリジダスグラスピーラザースサチベス。L 食用として、地中海地方、インド、東、アフリカなどで広く栽培される。ラザーススフェレカスレッツ。ラザーススプレンデンズケラグラザースサルフューリース。WH ブルーアーエ A グレイヤナギバレンリソウラザースシルベストリス。L 日本に帰化報告がある。ジックマメラザースティンジェテニス。 エルチ中海地方原産。ヨーロッパでは観賞用、緑肥として利用されている。日本でも、緑肥としての利用を検討されたこともあるが、導入には至らなかった。ラザーストーレイ、エーグレイキューコンエンドーラザーストゥーバーススエル、ラザースベスティッチズナット、ツルナシレンリソーラザースバーネスバーンハ。ありがとうございます。